はい、どうも、しこばんです。今回は久しぶりにホットウィールの紹介です。ホットウィールの人気車種はね、今までトイザースにね、早めに行って並んで買わないとね、購入できなかったんですけど、3月ぐらいからね、普通にね、実車だけ販売されるようになってね、買えるようになりました。もっと早くしてほしかったですね。これはね、3月に発売したものなんですけど、このデコトラ。このデコトラなんてね、全力案件だと思ってましたけどね、普通にね、買えました。在庫も豊富なようでね、いっぱい買えるような感じでした。で、その他もね、普通に買えるものを6台買いました。アソートの実車だけ買える感じになってるんですかね。とりあえずね、早く並んで買わないと買えないようなものが普通に買えるんです。私はね、途中でね、並んで買うのは離脱しましたけどね。もう暑い人はね、かなり前から並んでますからね。で、ファミリーで来てる人もいますからね、もうかなわないっす。それでもね、並んでね、おこぼれをね、ゲットするっていうのもね、楽しかったですけどね。あ、まだこんなのが残ってるみたいなね。しかも安いっすかね、トイザラスのホットウィールね。200円でしたっけ？200円ならもう何でもいいかなっていう感じです。で、この普通に販売されるようになったんですけど、これも普通に安いんですよ。もう価格破壊ですね。完全に本気出してます、ホットウィール。私にね、声をかけていただければね、全力でね、応援するんですけどね。マテルインターナショナルさん、お声かけ待ってます。で、今回買ったのはこの7台になります。このデコトラ、ライジンエクスプレスです。あとポルシェ、あとベントレイ、あとジャガー、ポルシェ、トヨタ、マツダ、日本メーカー2台だけですね。このね、トヨタ E86 もね、全力案件ですよね。とりあえず購入できてよかったです。じゃあまず何から開封しましょうかね。じゃあこの96年のポルシェカレラ、イラストがいい感じですね。場所が許せばね、これコレクションとしてね、飾っておきたいですよね。そんな場所はないですけどね。非常にね、コレクション性は高いと思いますよ。ホットウィールのミニカーを集めて自分だけのコレクションを作ろう。では開封してみます。じゃん。結構ダイキャストってなんか陶器みたいな質感になりますよね。センターにはポルシェのエンブレムがあります。この白いサークルとね、この白いラインが重なってるのがおしゃれです。ちょっとカエルっぽくもあります。ルーフに窓があるんですかね。後ろには彼らの文字が入ってます。ホイールも白く塗られてます。白のラインがアクセントとして効いてます。では次行ってみましょう。じゃあ次もポルシェで、89年のポルシェ944ターボです。これは塗装が艶消しなんですね。イラストがかっこいいです。ちょっとね、トランスフォーマーを連想しましたこのエンブレムでしょうね。ここはね、サイバートロンのね、マークに見えました。カラーリングもちょっとトランスフォーマーっぽいです。このやっぽろしのエンブレムがあります。このエンブレムはね、ポコって膨れてて面白いです。結
結構ね、ジャストな位置に単本印刷がされてます。でこっちには文字が書かれてます。お医者さんがね、使うようなやつが入ってます。何でしょうかこれは。ホイールがゴールドです。では次です。次はベントレイコンチネンタル GT3 です。イラストはこんな感じ、結構ごついです。おお、重量感あっていいですね。あー、ただフロントがね、のっぺらぼうです。ライトに色が入るだけでも違うんでしょうけどね、まあ、精一杯なんでしょう。そしてね、このウィングもね、ダイキャストです。珍しいですね。トミカだとね、樹脂なんですけどね。ここはすごいですね。ルーフにも模様が入ってます。この辺からね、ミサイルが出そうです。では次です。2020年のジャガー F タイプ。2020年だから結構新しいっすね。イラストはこんな感じ。ホイールがね、ところどころ銀メッキが入ってます。ホイールで走ってるような感じです。この部分が薄い。これはライトにね、色が入ってます。やっぱ違いますね。キリッとします。後ろにもライト入ってます。おそらくね、この辺にね、タンポン印刷がないからこの辺に割り振れるんだと思います。非常に大人な車です。では次です。ではトヨタ AE86 スプリンタートレノです。これはもうね、イニシャル D で有名なやつです。ちょっとカラーリングは違いますけどね、似ています。やっぱりライト色入らなくなっちゃいますね。この辺がいっぱいありますからね、タンポン印刷が。あ、後ろもない。ちょっと値段を上げてね、この辺に入れてほしいっていう気もしますけどね。まあ、オットイールは安いのが魅力ですからね。ファルケン、この辺にいっぱい名前が入ってます。豪華ですね。こんなちっちゃいのも入ってますね。これを入れるならライトに入れてほしかったっていう思いもあります。では次です。次はマツダ RX3 です。古い感じのね、シルエットですね。じゃじゃん。これまたフロントがのっぺりしてます。後ろものっぺりです。
この辺がすごい凝ってます。松田、マットマイク、この文字を入れるならね、このライトを入れてほしかったなっていう思いがあります。では次いきます。次はデコトラです。ライジンエクスプレス、デコトラの、ね、ミニカーもっと出てほしいんですけどね。ホットイール、これいろんな展開できそうですよね。デザイン変えていっぱい並べたいです。出ました、風花輪、ここはシールですね。富士山とドイルの文字がいい感じです。これは桜なのかな、梅のようにも見えますけど、いい感じです。ホイールはゴールドです。で、ね、窓が紫来てますね、かぶいてますね。ほんとデコトラだな。ちょっとしたね、もうガンダムですよ。ここはちゃんと空洞です。これ何もかもなぎ払っていきそうですよね。ポンポンちょっと、ここ模様が入ってます。後ろも模様が入ってます。非常にデコトラ感があります。いいですね、ここのデザインだけ変えてどんどん出してほしいところです。というわけで全7種類の紹介でした。今となってはもうこの辺はね、買うの難しいかもしれないですけど、発売日さえ逃さなければ普通に人気車種が買えるでしょう。